子供がね、プチベラシーというか、まあなんというか、異性というか、ニエと言うたらいいんかなというか、って感じで。他の時代に水に関する業界やったか調べる方法がちょっとだけありまして。どうも、サイキックちゃんです。本日は前川郷にある、でっかいお山、観光とかできたりとか、中に学校があったりする、お山についての元ネタについて、調査したいと思います。まあ、調査言うてもね、一番こう色濃く影響が出ているところについてなんで、他にもね、もろもろ混ざってたりするんで、まあ、とりあえず今回はこれという形になります。よろしくお願いします。まあ、まずこの上も元は火山でして、富士山みたいにこう、噴火して大きなって、噴火して大きくなってみたいな感じだったんで、何回目かの噴火の時にちょっと子供がね、口ベラシーというか、まあなんというか、異性というか、ニエと言うたらいいんかなというか、って感じで、火山に子供が放り込まれちゃったんですよ。で、子供はね、こう、まあもちろん、こう、お亡くなりになられちゃったんですけど、まあ天国や地獄に行けない存在になっちゃいまして、で、要は、さまよう迷い子になっちゃったんですね。まあ、迷子らしきものになっちゃったらしいんですよ。で、火山とかって実はもう意志と考えがあったりとか、まあね、それだけ強大な力でね、生きてるんで、まあそういうのがあるんで、火山がその迷子を慈しんだんです。もともと火山にいた妖怪とか、火山とかが協力して、まあ迷子を楽しませて、まあお空に行けるように作った道が元ネタみたいな感じです。お空に行けると言ってきました、今回は。ちょっと迷子にもわかりやすくお空に行こうね、ってぐらいな感じで。まあ例えばその、道中にあったセーブポイントはね、まあ、迷子の二人がま休憩できる場所として、まあ、妖怪がね、急ごせられて作った葉っぱとか綿が詰まった、まあ、居心地のいい空間やったし、まあ、途中途中に出てくるギミックはあれなんですよ。子供なんでね、迷子で。登山をね、飽きないようにするために、工夫として、急ごせられてやってたらしい。うわーみたいな。だから少し原始的って言ったらあれやないけど、ちゃんとそのギミックは来られてたんですけど、前から肝試し現地ってんだよね。でもその一番最初の時はその原始的なものが多かったりするのかなっていう感じで、そういろんな姿が見せれるわけなんで、妖怪なんで、うわぁうえぇみたいな感じで、きれぇ言うて追いかけたりして、怖がるというよりか、迷子たちはそういったイベントとかも知らなかったような感じな子らなんで、何みたいな。でもなんかすごい楽しい、ワクワクするみたいな、冒険心みたいなのを買ったんやと思います。そういうのが、採用されたということ。最後にね、こうブワー言ってこうモンスターとかが一斉に襲いかかってきて、ウィザーが確か出てきたのかな。この頃はなんか改良されてウィザー出てきました。最初から出てきたのかちょっと覚えてないですけど、それがたんですけど、これ元ネタでは実際はね、もう様々な光とかやったりとか、もうめちゃめちゃ綺麗な、もうとりあえずめっちゃ走りたくなるような幻想的な風景って感じなんですよね。もう本当、わーすごい綺麗みたいな、どんなみたいな感じで、すごい気になるみたいな感じで、最後のお二人もね、そんな経験とか見た目を見たことがなかったんで、目キュッキラさせて駆け上がっていったんです。駆け上がっていって、一応お空に帰っていった時にもサポートしてきた面々からしたらすごい嬉しかったらしいです。よかったねって感じで、現在はお空にはもう行かれてますし、おそらくこの迷子は今回の参加者さんには、それはいるよねっていう感じで、あの時の楽しさがあったからここ来たよな、みたいな。で、言うてもね、普通に迷子になられる経験をするのは誰でもあるんで、現代でもあるじゃないですか。ピンポンパンポン言うて、そういうのあるんでね、そういう方もいらっしゃいますし、本当にこの元ネタに近い状態の方もいらっしゃいますし、普通にね、ニエとか、生き贄経験ってね、多分誰でもあるんでね。本当もう、輪廻転生って何百以上多分あるんで、全員が全員。何が何で繋がるかっていうのは結構摩訶不思議で面白い話です。余談なんですけど、水にいる、水あったじゃないですか。川とか流れてたね。で、水にいるね、妖怪たちは迷子をね、こちら側にというか、またここにいさせようとしてて、崩壊してたらしいんですよ。火山と相性悪いですからね。まあ、石にしちゃって。まあ、時間かかるんですよ。まあ、意見ってどこでも対立するもんなんですよ。で、もし自分がどっかの時代に水に関する業界やったか調べる方法がちょっとだけありまして、信じるか信じないかってやつでさ、水をこう10センチぐらいかな、張った場所、お風呂とかできるんですよ。まあ、手首ぐらいまでかな、わかんないけど、本当は肘ぐらいまでやってほしいんですけど、中腹ぐらいまで沈めて、目をつぶって待って、こう、沈むなーっていう感覚があったら、
まあ、まだ水に関するあやかし的なものにはなったことはないんでしょう。これからがまあ楽しみですねっていう感じですね。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。さよなら。